皆さんおはようございます。ランタルチャンのタナです。東京マラソンを中心にですね、数々のマラソン大会が今中止になっていますよね。で、その中止を受けてですね、 TKD プロジェクトのよしきくんも東京マラソンの一般エントリーに当たっていたんですが、残念ながら参加することができずということで、彼はその結果を受けてですね、一人でもチャレンジするということで、彼を支えるチームメンバーや、あと私も含めてですけど、彼のチャレンジを応援したいということで、現地に赴き、応援する日をですね、3月の1日に設定しているわけなんですね。詳しくはですね、TKD プロジェクトの方の、動画を見ていただければと思います。動画説明欄に貼っておきます。で、そのチャレンジを受けてですね、他、皆さんもですね、チャレンジしたかったという方、多くいらっしゃると思います。ただやっぱりこうマラソン大会でもないのにですね、フルマラソン、ハーフマラソン頑張るとなると、やはりですね、勇気が必要だし、動機が必要ですよね。その動機のほんの1ミリでもいいから、力になりたい、そういう気持ちからですね、私がランタナデジタルマラソンというものを、開催させていただくことにさせていただきました。で、ランタナデジタルマラソンとは何ぞやということなんですが、皆さんはおそらくですけど、ガーミンなどの GPS 時計、ないしですね、スマホを持って、よく走られていますよね。で、そうすると、距離と時間の計測をすることができるわけなんですが、その距離と時間の計測のみで、戦おうという、マラソン大会でございません。まあ、もちろんそれはスポーツマンシップに乗っ取ってですね、走ると2000メートルっていう距離が分かってて、その周回で計測したいっていう人もいらっしゃるでしょうから、もうそれは自由で結構です。その中で、計測していくわけなんですが、どこを走っても構わないし、ただ、まあちょっと注意していただきたいのが、あまり混雑している場所や、一般の歩行者の方々の阻害になるような場所をですね、占領するような形とか、集団で走るような形をあまり促したくないっていう思いもありますので、できればですけど、単独ないし、少数人数を組んでですね、同じ思いを成し遂げていただければ幸いかなというふうに思うんですが、それでみんなで走っていただいて、で、こちらの、ハッシュタグ、デジマラ、デジマラ2020、こちらの2つのハッシュタグをつけていただいてですね、インスタグラムないし、ツイッターに投稿していただいて、1番を決めようという、大会になります。ただ、これはエントリーフォームがちゃんと準備されてあります。下の動画説明欄を見ていただきたいんですが、Google フォームにて、皆さんのエントリーアカウントを作成させていただいております。で、Google アカウントが必要になることをご認識いただければと思います。よろしくお願いします。Google アカウントを作成していただいて、エントリーフォームに記入していただいて、当日走っていただいた手法ですね。GPS の時計なのか、スマホなのか、自己計測なのか、その3タイプをちゃんと、一応チェックできるようにしておいたので、それに合わせて、あとは走った距離と結果に合わせてですね、時間を記入していただくという内容になっております。で、それをですね、ランキング形式にしていくわけなんですが、私がですね、残念ながらデジタル部門すっげー弱いんですね。それをですね、なんとアキランナーさんが手伝ってくれるということです。ありがとうございます。本当にアキランナーさん頑張って楽しんでいきましょうね。アキランナーさんがその集計をお手伝いしていただけるということで、まず集計が円滑になりました。そしてですね、皆さんの、動機をですね、さらに僕が与えた1ミリからですね、数センチさらに伸ばしてくれる要因が一つできました。なんと協賛企業が今あの段階で3社つきました。1社目は皆さん大好き、エネモチですね。天狗の宝船さんです。こちらの方からですね、エネモチのご提供いただきました。また、自己スペック、エアフライですね。こちら、私がつけている、4点指示で鼻パッドのないサングラス、超かけ心地のいいサングラスなわけなんですが、これは土入りでございます。で、この土入りのサングラスも作れちゃう、このサングラスをですね、ご提供いただきました。ありがとうございました。そしてですね、3社目は、皆さんの膝のお悩み、筋肉のお悩みを解消するこちら、プロフィッツさんの方からですね、テーピングやサポーターなどを、ご提供いただけるということで、まあ、まだ内容は決まっていませんが、このようなご提供いただきました。まだご協賛いただける会社様、ぜひ、お待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。このようにですね、動画の方でもご紹介させていただきますので、もしよかったですけど、お声掛けください。下の動画説明欄にメールアドレスありますので、よかったら声掛けていただければ幸いです。よろしくお願いします。そして、この表彰についてなんですが、まあ、表彰のですね、対象者は基本的には、ちょっといろいろ考えた結果なんですけど、普通のマラソン大会と違って目視して、チェックできないので、1位のみ、表彰させていただきたいなと思います。で、ただ、感想者はちゃんと用意しようというのと、それをですね、アキランナーさんと今デザインをさせていただいてます。表彰状と、感想者のデザインですね。
で、また先ほどご提供いただいている、商品についてはですね、参加していただいた方々で完走した人から、抽選をさせていただいて、商品をですねお渡しさせていただくという抽選会を後日ですね、オンライン上で行いたいというふうに思っております。で、そちらはですね完走しないともらえないですし、今後ですねちょっとそこの、主に変わることがあるとしたらそこなんですね。商品を今ご提供いただいているわけなんですが、その商品のご提供方法についてとか、あとは表彰の対象方法が少し変わるかもしれないというところが、変動するポイントになっております。また、開催日時なんですけど3月1日を想定していたんですが、周りのマラソン大会はほぼですね、まあ、こう走れないという状況で嘆いている方が多いというふうに聞きました。近々で言うと姫路城マラソンがなくなってしまいました。なので2月の23日から3月の8日まで、その3日間ですね、2月23日、3月1日、3月8日、この3日間を対象にして、今回のランタナデジタルマラソンを開催させていただきたいと思います。そちらの、事前エントリーは動画説明欄に貼っておりますので、ぜひですね、エントリーしていただければ嬉しいですし、意識共有していただければと思います。Facebook にも、公式のページ作っておりますので、ぜひですね、コメントしていただければ幸いかなというふうに思っておりますので、皆さんのご参加お待ちしております。ダブルウィメンズでもオンラインマラソンをやるということなんですが、別にダブっても構いません、同時計測で構いませんので、ぜひ参加していただければ嬉しいなと思ってますし、盛り上げていただければと思いますし、女性の視聴者が欲しいです私もまあ、そこはですね、よかったら乗っかっていただけると嬉しいです。皆さんの、健闘祈っております。頑張りましょうね。よろしくお願いします。タナでした。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。みんな楽しく走っていこうぜ。いくぞ。